やっと帰ってきた。砂漠はもうゴリゴリだわ。本当だよ。あれ？人が外に出てる。外出禁止令ってのが解かれたのかもね。キュモール、セーテはことをし損じるよ。ふむ、ここは慎重に様子見なのじゃ。ほらほら、早く乗りな。楽しい旅に連れてってあげるんだね。私たちがいないと子供たちは。翼のある巨大な魔物を殺して死骸を持ってくればお金はやるよ。そうしたら子供ともども楽な生活が送れるんだよ。お許しください。シルカ、乗るって言ってんだろ。ケミントモメ、さっさと行っちゃえ。私たちもあんな風に砂漠で放り出されたんです。どうして自分で乗っていかないのじゃ。わかってるからだろ、この砂漠が危ないって。俺たちがヤバかったみたいに。翼のある巨大な魔物ってフェローのことだよね。にしてもフェローを捕まえて何しようってんだかね。それでどうするのかしら。放っておけないのでしょ。私が。今は行かない方がいいと思うのじゃ。あのバカ、お姫様の言うことも聞きゃしねえしな。じゃあどうするんです。カロル、耳貸せ。で、できるけど道具がで、もしかして。ええ、準備はできてるわよ。やっぱりね。危なかったら助けてよ。やっぱり拾ったのか。前に落ちてたのをね、使うこともあるかと思って。変なの。何なのじゃ。ともあれ、少年の活躍に期待しようじゃない。ノロ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 と下民どもはまるで亀だね。早く乗っちゃえ。キモール様、全員馬車に乗りました。じゃあ君も馬車に乗りな。え、私も。仕事が遅い者には罰を与えないと。キュボール様、お許しを。私には妻と娘が。君が行かなきゃ、代わりに行くのは奥さんと娘さんかな。さあ出発だ。カロル。大丈夫よ、できる子よ、あの子は。おまんま。何してるんだ。馬車を準備したのは誰。馬車をどうせ。この責任は問うからね。これがガキンチョに授けた知恵ってわけね。お疲れさん。ドキドキもんだったよ。でもこれってただの時間稼ぎじゃない。これが限度ね、私たちには。うちらも旅の途中だからの。騎士団に表立って盾ついたらカロル先生泣いちまうからな。俺たち気づかれる前に隠れた方がいいんじゃない。それじゃあ私たちは。ああ、ガキに顔見せてやんな。今回みたいにいつも助けが来ると思うなよ。
はい、いろいろとありがとうございました。俺らも宿屋に隠れに行くか。おお、よくぞご無事で。お帰りなさいませ。まだ監視されてるんだね。お疲れでしょう。ゆっくりお休みくださいませ。あのキュモールっての本当にどうしようもないやつね。どうして世の中こんなにどうしようもないやつが多いのじゃ？あれは多分病気なのよ。それはきっと絶対バカっていう病気なんじゃな。わかってるわね、あんた。きっとそうだわ。あいつらフェローを捕まえてどうすんのかね。わかりません。ですけどこのままだと大人はみんな残らず砂漠行きです。大人がいなくなれば次は子供の番かもしれないわね。そんなの絶対にダメです。私が皇族の者として話をしたら。ヘリオードでのこと忘れたのかしら。そうだよ、あいつお姫様でもお構いなしだったんだよ。あれはジョーちゃんの言葉に耳を貸すような聞き分けのいいお利口ちゃんじゃないもんね。ノードポリカへ行く話はどうなったのじゃ。とりあえず自分のことか人のことかどっちかにしたら。リタ、知りたいんでしょ、エンテレケアの思惑を。だったらキュモールのことは今は考えないようにしてはどう。あんたと意見が合うとはね。私もベリウスに会うのを優先した方がいいと思う。キモールを捕まえても私らには裁く権利もない。どうしようもないならできることからするべきだわ。フレンなら。フレンはどこにいるの。それは。二つのことをいっぺんにしようったってできないのじゃ。ごめん、エステル。みんな責めてるわけじゃない。私だってムカつくわ。今頃詰め所のベッドであいつが大いびきかいてるのを想像したら。でも。リタ、わかってます。たとえ捕まっても。釈放されたらまた同じことを繰り返すわね、ああいう人は。だろうな。バカは死ななきゃ治らないって言うしね。死ななきゃ治らないか。俺は俺のやり方で、か。キュモール。いや、貴様は有利。なんでここに。誰かいないのかい。
この貴族の僕と剣でやろうっていうのかい。いいよ、受けてたと。バカな。はしゃぎすぎたな、キュモール。そろそろ舞台から降りてくんねえかな。君ごときだ。僕に剣を向けた罪は重いよ。待て。僕は悪くないんだ。これは命令なんだよ。仕方なくなんだ。だったら命令したやつを恨むんだな。待て。こうしよう。僕の権力で君が犯した罪を帳消しにしてあげるよ。騎士団に戻りたければそのように手はずもする。金はたくさんある。金さえあればどんな望みでも叶えてあげられる。さあ、望みを言ってごらん。俺がお前に望むのは一つだけだ。それは何だい？やめろ。来るな。近づくな、ケミンが。僕は騎士団の隊長だよ。そしていずれ騎士団長になるキュモール様だ。うわあ！頼む、助けてくれ。許してくれ。このままではお前はその言葉を今まで何度聞いてきた。街の中は僕の部下が抑えた。もう誰も苦しめない。そっか、これでまた出世の足がかりになるな。俺、あいつらのところに戻るから。ユーリ、後で話がしたい。わかってる。湖のそばで待ってる。本当はこんなに賑やかな街だったんだね。ええ、解放されてよかったわ、本当に。まさか、フレンが来てくれるなんて。本当、嘘みたい。でも、逃げたキュモールは、またどこかで悪事を働くかもしれません。すぐにフレンが捕まえてくれるよ。ね、ユーリ。あ、まあ、そうだな。ユリ？レイブン、風邪ひくよ。子供と一緒になって騒いで疲れたのね。いい歳して。お帰りなさい。
もうバカ騒ぎ。まったく呆れるわ。パティはどうしたのかしら？まだ踊ってるわ。まったくガキってのは。リタも楽しんでたでしょ？ダンス上手だね、リタ。うざい！で、あれ？おっさん寝たの？もうあっという間でした。ユーリ？ちょっとフレンに挨拶行ってくる。立ってないで座ったらどうだ。話があんだろ。なぜキュモールを殺した？人が人を裁くなど許されない。法によって裁かれるべきなんだ。なら法はキュモールを裁けたっていうのか？ラゴを裁けなかった法が？冗談言うな。ユリ、君はいつだって法は権力を握る奴の味方じゃねえか。だからといって個人の感覚で善悪を決め、人が人を裁いていいはずがない。法が間違っているなら、まずは法を正すことが大切だ。そのために僕は今も騎士団にいるんだぞ。あいつらが今死んで救われた奴がいるのも事実だ。お前は助かった命に、いつか法を正すから今は我慢して死ねっていうのか？そうは言わない。いるんだよ、世の中には。死ぬまで人を傷つける悪党が。そんな悪党に弱い連中は一方的に虐げられるだけだ。下町の連中がそうだったろ。それでも有利のやり方は間違っている。そうやって君の価値観だけで悪人全てを裁くつもりか？それはもう罪人の行いだ。分かってるさ。分かった上で選んだ。人殺しは罪だ。分かっていながら君は手を汚す道を選ぶのか？選ぶんじゃねえ、もう選んだんだよ。それが君のやり方か？腹を決めたと言ったよな。ああ、でもその意味を正しく理解できていなかったみたいだ。騎士として君の罪を見過ごすことはできない。隊長、こちらでしたか。どうした？ノードポリカの封鎖完了しました。それと曲がりの剣がどうやら動いているようです。急ぎノードポリカへ。隊長。わかった。はい。ユーリ、ユーリ、君のことは誰よりも僕が知っている。あえて罪人の道を歩むというのなら。あ、ダメ、ラピード。ユーリ、全部聞いてたのか。ごめんなさい。俺のこと怖いか？
嫌ならここまでにすればいい。フレンと一緒に帰れ。帰りません。お前、ユリのやったことは法を犯しています。でも私、わからないんです。ユリのやったことで救われた人がいるのは確かなのだから。いつかお前にも刃を向けるかもしれないぜ。ユリは意味もなくそんなことをする人じゃない。もしユリが私に刃を向けるなら、きっと私が悪いんです。フレンと帰るなら今しかねえぞ。急いでるみたいだったし。私はユリと旅を続けます。続けたいんです。ユリと旅をしていると私も見つかる気がするんです。私の、だから。これからもよろしくって意味です。ありがとな。久しぶりによく寝た。あんた寝すぎ。もう街でんだからちゃんと目を覚ませよ。おっさん、目がとろけてるのじゃ。なに？そりゃ大変。うざ。あれ？騎士団が少なくなってる？ああ、フレンたちならノードポリカに戻っていったぞ。夜のうちに移動してたみたいね。何か急ぎの用事でもあったのかな。海の魚が食いたくなってノードポリカに帰ったのじゃ。そんな、パーティーじゃあるまいし。前に魔物が逃げたりして大変だったでしょ。あれの後処理じゃないの。多分パレストラレが騎士団に協力を仰いだんだよ、きっと。さ、どうだろうな。いや、なんか封鎖がどうとか言ってたし。封鎖？何のことかしら。まさか例の神魔戦争の件でベリウスを捕まえるため？そう簡単にパレストラーレが騎士団に遅れを取るとは思えないけどな。なんであれゴタゴタしそうな予感はする。今はノードポリカに近寄らない方がいいかもね。でも新月の夜も近づいてるし、今を逃したらいつベリウスに会えるかわかんないかもだよ。うちはノードポリカへ行かないと船に乗れないのじゃ。船に乗らないとマリスステラと記憶を探す旅が続けられないのじゃ。でもな、俺様あんま騎士団と関わり合いたくないのよね。そりゃ俺もできればな。じゃあ慎重に進もうよ。慌てず急いでね。カドスのエアルクレーネのことも忘れないでよね。ああ、分かってるさ。行こうぜ。